こんにちは。このチャリティーコンサートプロローグのトリを務めさせていただきます、九州大学アンプラグド工学部3年のおしぼりと言います。どうぞよろしくお願いします。では早速1曲目に参りたいと思います。小田和正さんで確かなことです。
同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから。地名の部分をもうどこの地名というは言わずにふるさとというふうに変えた、幸せ運べるようにふるさとバージョンというのを、演奏させていただきます。なかなかと喋っておりますが、そしてですね、まあこのような機会、チャリティーのプロローグというせっかくの機会ですので、よしおみ先生の生徒さんともコラボしたいなと思いまして、先ほど一番最初を務めてくださった、エビユナリ君に、キーボードを担当してもらって、演奏したいと思います。くださりましたよ。あ、そうですね。くださりましたね。くださりました。はい、待ってな。よう喋ったな。自信にも負けない強い心を持って、肩に戻そう。幸せ運べるように、自信にも負けない強い絆を作り、大切に生きてゆこう。傷ついたふるさとを元の姿に戻そう。優しい春の光のような未来の歌、生まれ変わるふるさとの街に届けたい私たちの歌、幸せ運べるように、響き渡れ僕たちの歌、生まれ変わるふるさとの届けたい私たちの歌、幸せ運べるように。
で最後の曲になるんですけれども、ちょっとだけ転換の時間をください。はい。あ、まあ実は、ゆなりとは、6歳差だったっけ？結構離れてますね。なかなか絶対、このチャリティーのプロローグ、チャリティーコンサートがなかったら、絶対出会わなかったなと、思いますね。ね。ね。はい。2曲、まあちょっとこう、しっとりとしたというか、まあ、ジーンとするような、ジーンとしていただければ幸いなんですけれども、そういう曲を選ばせていただきましたが、まあ、音楽の力ってやっぱりすごいなって思うと同時に、やっぱり音を楽しむ、楽しいアップテンポの曲の方が好きなので、最後はそういった曲です。ゆずの北川悠仁さんが作詞作曲されて、まあ、自身もセルフカバーしてるんですけれども、関ジャニ∞の TWL を、最後に、歌って終わりたいと思います。今日はありがとうございました。Oh, oh, 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 oh
ありがとうございました。